ベローナ市以外は、イタリアにあるユネスコの世界遺産の一つ。イタリア北東部の都市ベローナは、ローマ時代の遺跡や、中世の街並みがよく残されている。登録は2000年。ベローナは、イタリアの北東部、アルプス山脈のふもとにある町である。現在は、ベローナ県の県庁都市であるが、ミラノ、ベネツィア、 ローマの各方面への道の交差する場所で古くから交通の要所の地であった。このため多くの国の支配下に置かれた。町の最盛期は13世紀から14世紀デルラスカラ家の統治時代に迎える。その後、ミラノのビスコンティ家の支配下に入り、15世紀初めからはベネツア共和国に属した。また、シェイクスピアの儀曲、ロミオとジュリエットや、 ベローナの二神誌の舞台になったことでも有名である。2月から3月に行われるニョッキ祭でも有名。アレーナデベローナの名で知られる円形闘技場は、紀元前一世紀初めに作られたと考えられている。ローマのコロッセオ、ナポリの円形劇場に次ぎ、イタリア国内3番目の大きさを誇り、収容人数は2万5千人。舞台や座席も残り、イタリア国内で、 最も保存状態が良いと言われている。毎年6月から8月にかけて、オペラ公演が行われている。この夏のオペラシーズンは、規模、演奏水準ともヨーロッパでも、屈指の音楽祭であり、2012年夏の第90回オペラフェスティバルでは、ドン・ジョバンニ、アイーダ、カルメン、トゥーランドット、ロメオとジュリエット、トスカの6演目で、合計50回の公演が予定されている。 エルベ広場のエルベは野菜の意味でその名の通り野菜の死が開かれた場所である。長方形の大きな広場で古代ローマからの歴史を持つ。広場にはベネツィア共和国の象徴であったサンマルコの円柱やカンピオーネの作によるマドンナの噴水がある。広場の奥には17世紀に建てられたバーロック様式のマッフェイ宮殿が建つ。シニオリ広場には ローマ帝国時代にはフォルムがあり、その頃はエルベ広場と一つであった。広場の中央にはダンテの像が立っている。ランベルティの塔はシ修行リ広場のそばに立つ。高さ84メートル。ベッキオ城は14世紀後半にカングランデ2世により建築された。以後はスカラ家の居城として用いられる。赤いレンガでできている城壁と6つの塔、羽橋が残る。 ナポレオンがベローナを支配した時はこの城が弊社として使われた歴史も持つ。現在は私立博物館となっている。城からアディジェ川に向かってスカリジェロ橋が架かる。橋は白い石で木とアーチが他の部分は赤いレンガで作られた三重橋。第二次世界大戦中に退却するドイツ軍により爆破されてしまった。 しかし戦後、石を拾い集めて復元された。スカラ家の廟は、スカラ家の教会である、サンタマリアアンティカ教会の側にある。母廟は、スカラ家の紋章などで華やかに飾られた、ゴシック様式の構造。四角錐の屋根の上には、騎士像が飾ってある。ジュリエットの家と呼ばれる家は、ロミオとジュリエットにおいて、ジュリエットのモデルとなった、カップレーティ家の娘の家。 映画や舞台で有名なバルコニーも見られる。ただしシェクスピアがイタリアを訪れた記録はない。前提にはジュリエットの像も立つ。館内には当時の家具や日用品を展示している。また同様にロミオの家も残っているが個人所有のため非公開である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ベネツィアの西約 100km にある、ベネツィア・ミラノから鉄道で1時間半から2時間程度、ありがとうございます。